皆さんこんにちはレックス専任講師の赤松です、えー、今回は直前期の卓越式対策講座一つご紹介させてください、えー、こちらの講座となります直前卓越学問絞り込み講座です、えー、今年は運のリバイバルプラス赤松フォローでさらにパップしております はい、元々こちらの講座、雲、え、野、ー、先生が毎年担当されていた講座です。で、今回は、えー、2022年向けに運の先生が収録された分、そちらの、えー、リバイバルとなっております。で、そちらに、えー、私が、えー、3回フォローを付けさせていただいて実施をさせていただきます。えー、まず運の先生のリバイバル、えー、分につきましては、まあ運の先生の、えー、動画こちらがウェブ上アップされておりますから、そちらで詳しい内容はご覧になってください。 で、えー、まあ、私の方で少し説明をしますと、まあ、こちらの講座。えー、直前期に過去問を、まあ、タイトル通り絞り込んで、それを回しましょうという講座となります。で、えー、皆さん直前期に、まあ、何をやったらいいのか、悩ましいところだと思いますけれども。やはり、この直前期は過去問を回す。もう、これが学習の王道です。もう、それをメインにやっていかなければいけません。 でその時きに大切なことが、じゃあ回すとしてもどの格紋を回すのかというところです。例えば一つの手として直近の10年間部の格紋を回す、まあ、これもあるでしょうけれども、そうなるとその10年間部の問題には良門もあれば悪門も混ざっていたりします。なのでそれだと少し非効率的ですから、運のセンスの方で回すべき問題をピックアップされています。でそれは、 昭和の時代まで遡って令和の時代まで、はいこの数十年間中からですね、この中から概ね10年分、まあより正確に言うと私が計算したところでは約13年間分ほどの問題、問題数で言いますと914問ございました。これだけの問題をピックアップされております。でこれはすべて両問揃い。そしてこの問題をやるとことで。 えー、この本試験に必要な、えー、前範囲この、えー、論点を、まあ、網羅していいくととう内容となってますなので、えーまあ、今年の、えー、本試験に特化して、えー、予想するというよりはむしろ、えー、この直前期に卓実確保を回してそれで皆さんの論点漏れをなくしていこうそこに、まあ、主眼を置いた講座と思ってください。でその回すところにつきましては、まあ運のセ先生の動画の方で、えー ご説明ありますからそちらをご覧になってほしいんですが運の先生の方で、まあ、過去を回すとしてもどういったスケジュールでこれを回せばいいのかそれをね丁寧にご説明してくださっていますからそちらをご覧になってください。はいそして、えーまあ、皆さんにこちらの講座を通じてやっていただきたいことがまずこの講座を通じて、えー、運の先生のスケジュールに沿ってですねそれで、えー、過去も回していくことでえー、っと。 まあ、運の先生のスケジュールの方では4月からのこうスケジュール組まれているんですがこちらは昨年のリバイバル版ということで、えー、少し早めに皆さんに内容をご提供できます。えー、ですので、えー、まあもし早めにお申し込みいただいてそれで早めにもスタートされるよということであればその運の先生が組んでいただいているスケジュールですねこれをちょっと前倒しして例えば1週間2週間前倒ししてですねそれで先々勉強を進めていただくことができます。 まあそうすれば逆に本試験の直前でえまたその分ですねゆとりができてまた別な勉強にえ力を入れることができるということもあったりしますからまあぜひできる方は早めにスタートいいただければと思ってます、はい、そしてえまあこちらの講座でまず過去問をしっかりマスターすることそして合わせてこちらの講座に沿ってね、えー、まあ該当する箇所、えー、皆さんインプットのテキストをお持ちでしょうから、えー、そちらを合わせて復習するようにしていってください。 えー、この、えーまあ、略して直託と言いますけれども直託で絞り込んだ過去問を、えー、徹底的に回していく、えー、そして、えー、その回したところの過去問について皆さんお持ちのインプット教材でインプット、ね、周辺知識をマスターしていくそうすればもうこれ論点漏れをく、えー、なくしていくという構図になっていますからそれだけでも十分ですね、えー、基準点ラインいけると思います。 であとはそれと並行してプラスアルファですねプラスまあト連模試で、えー、さらにね上乗せしてもらってそれで合格を目指していただきたいというところです、はい、ではあの私の方で今回ちょっとフォローをね、えー、プラス付けさせていただいているんですがそれはどんな内容になっているか、えー、ご説明をしていきます。はい、回数的には、えー 通信十三回、通学十六回となってます。で、まずちょっとこちら先にですね。えっ、ー、と通学十六回、三回多いのが三、えー、回、えー、確認テストを実施します。はい、それこちらのパンフレットのこの部分確認テスト。で、これはこちらのスケジュールに沿って、えー、民法不動産登記法がまあ終わったあたりで。 民法不送法の確認テストで、えー、会社法,商法が終わった辺たりのスケジュールのところでその確認テストでそうたマイナー科目が終わった辺たりでマイナー科目の確認テストという、ね、流れになってます。で通学の方は、えー、このスケジュールで、えー、確認テストを受けていただく。で、えー、と通信の方でもこれズーム配信がついてますからご自宅でテストを受けていただいて、まあ、その場合は。 えー、パソコンの画面上から、えー、問題をダウンロードしていただくっていう形になります。PDF からね、えー、落としていただくということになりますけどそれで問題を解いていただいてそれでズームで、えー、見ていただくと、ね、いうことができます。はい、でまずこちらの確認テストのほうを3回実施しますけど、まあ、これ皆さんの進度ねちゃんとスケジュール通りに勉強できているかそれのチェックです。えー、何を出すかとというと、えー、この直託の直 口座に抜粋している過去問ね、そこから出します。で、ただまあ、そのまま出したんではちょっと芸がないので、その枝をちょっとバラしてね、でバラして問題を作っていきます。まあ、それは私が作りますね。なのでまさしくあの、えー、と本試験の問題ですね。ただそのままじゃなくてあのいろんなところのこう枝が混ざっている。で、それを一応35問ずつ予定しています。なので、えー、民法不動法の会で35問。 で次でも35問3回も35問合計35問かける3回ある意味本試験の過去問をこう集めたものですから、まあ、皆さんがちゃんとまずこの過去問の学習が定着できているかそれのチェックとともにある意味これも一種の本試験の模擬試験としてね役立てていただけるかと思っております。 はいまあ、そんな形で定期的に皆さんが勉強していただいている内容ねそれを、えー、こちら、えー、テストという形でチェックを入れていきます。はい、なのでこれはあのー えと実際にその通学は新宿エルタワーということになっていますけど、まあ、こちら来られる方はそこで現場で受けていただくこともできますしそれからウェブの方でこちら講座受講いただく方ですねその方については、えー、まああのメインの講座はウェブで受けていただいてそしてこちらの確認テストについてはその実施日あたりにですねパソコンの方で問題は PDF から落としていただいて。 ねまあ、それを解いていただいて、えー、そして、ズーム配信で、えー、回答を聞いていただくってね、そんな流れで、えー、受けていただくことができます。はい、それからじゃあ本体の方、はい、本体の方ですがこのフォロー会というのが私が担当させていただく部分です。 運の先生の講座が合計10回ございます。で、えー、間に、えー、民法不当法が終わった時点で私がそのフォロー、で、運の先生の会社法、えー、商業登記が終わった時点でまた私がフォロー、で、マイナーが終わったところでまた私のフォローってね、こういった順序になってます。で、通学で受けていた方はこのスケジュールでお越しください。はい、ただ、えー、リバイバルですから、えー、そして私のフォロー会もすでに収録済みです。なので、えー こちらもうまとめて3月15日以降ですね、えー、配信できるようになってます。はいですのでもう早めにお申し込みいただければですねもうこちらの、えー、日程3月15日以降からですねもうこのすべて順番に、えー、見ていただける形となっています。はいでえっ、ー、と私のフォロー会の方ですけれども。 えー、まず雲野先生の方で使用されるメインテキストがございます。こういったテキストです。でこれは雲野、えー、先生があの数十年間の中から、えー、過去問の両問ですね。論点漏れがないようにいろんな問題を抜粋されています。でこれ民法だったら民法テキスト。でえー、っとまあ形式はまあこんな感じでね。まあ表が問題でえー、っと裏がえー、っと解説っていうこんな形になっているんですけれども。 えーまあ、合格ゾーンからの抜粋ですで合格ゾーン、えー、過去問集ねそこからの抜粋とあとは当連問題も若干入ってます。まあ、ちょっと合格ゾーンの過去問で、えー、あとプラスアルファを補,い、えー、補いたいなっていうところについては海野先生が、えー、当連問題をねプラスアルファ入れられています。でえっ、ー、とまあ分厚さはこんな感じなんですがまあ絞り込んでるわけです。 ね、ただあの絞り込んでるといっても、えー、と合格ゾーン全札、ねえー、過去文集合格ゾーン、ねまあ、全冊すごい分量になりますけど、まあ、それれれから見ればぎゅっと圧縮されています、ねはい、でも、ねえー、と実はこれ民法だけなんで、えー、これが合計 6, 6冊ほどありまして、まあ、それぞれ分量は違いますけど、まあ、あのまとめてみるとざっくり言うと、えー、1 0ンチぐらいの分厚さかなそれぐらいの分量になってきます。 はい、なので、まあ、絞り込んでるって言ってもうわちょっとやっぱり多いなということで、えー、圧倒されてしまう方も、えーまあ、いらっしゃるかもし、ね、れません。で、えー、とその辺ちょっとさらに私の方で工夫を凝らしまして、えー、とこれ私のほの別冊レジメですけれどもこちらのメインテキストを合計6冊になるのをさらにさらに、えー、1冊にまとめました。こんな形でじゃあどうううやっって1冊にまととととめるのかというともうぎゅっと 本当に圧縮してますなのであの表問題裏解説じゃなくてもう問題をずらっと並べていってる形はい、まあ、こんな形のものになってますずらずらっとね。なのでこれあの本体のレジメの方ではこの「自然地14の1」っていう問題が最初に出てきて、まあ、これ丸ごと1ページ使って裏に解説なんだけどもうこれ一気にここに入れちゃって。 で次の問題がすぐまた直音出てきますはいまあこんな感じでねもうすべての問題をこちらギュッと圧縮して一、えー、冊、ね、はいなのでどっちで回してもらってもいいんだけどまあこちらね本体の方が使いやすいという方はこちらで回していただいてねでまあこっちの方が使い勝手がいいかなという方はこっちをね利用してみてくださいでこちらの別冊レジメの方を使って私のフォロー会3回、ね、行っていきます なので私の講義についてはこちら必要です。えー、そしてこちらは、あのま運、あの先生がこれ選択されている問題を同じ問題です。同じ問題を凝縮して一冊まとめているということ。ね、ただ若干ちょっと省いているところがあります。えー、それがまあ、どういった部分になるかというと、えー、まず50問弱なんですが、えー、非掲載としているところがあったりします。えー、こちら本体ではあるんだけどね。 別冊では非掲載それはあのどういったところかというと、えー、ちょっとこれ絞り込んでるといっても、えー、合計で914問ほどありまして、えー、ちょっとこの問題はあの難しいかなっていう、えー、あるいは細かいかなっていう問題もあったりしますので、えー、まあこれ人によってはちょっとここまでやるのは難しいかなと感じるような問題も若干あったりしますのでそれについて省いているということです。なので、えー、とできる方は全問やってください。できる方は全問 なののでで私の別冊レジュメで省かれている問題まあそれはあのこの問題については非掲載ですよということを随時載せてますからそれはこちらあのできる方はこちら本体の方に載ってますからこっちに戻ってやる、ね。でちょっと,えっと例えば勉強時間もそんな取れない。 でまあ、これだけでも回すのがちょっと大変かなということであればですねそしたらこちら別冊レジメの方でその抜いている問題についてはまあ思い切って飛ばしてもらってもいいのかなとね、まあ、そのように考えてください、まあ、そういう形でまず50問ほどねあの若干問題数を減らしているってことそれとあとはちょっと申し訳ないんですが司法書士法司法書士法についてはやはり全面的にこちらから省いてます。まあ、それは もう使手法についてはこちらの本体の、えー、冊子の方ですねまあこっちでやってもらっても効果はほぼ変わらないだろうと私の方で判断しましてもうこのままにしてますなので使用処置法はこちら、えー、運野先生の本体レジュメこっちで皆さんも演習をなさってください。はいという形でちょっと入れてる問題についてはそこが違うところね若干あの、えー ちょっとまあ若干、重要度が劣るかなという問題についてね、50問ほど私が抜粋して問題数を減らしている、それと使用処置法については本体レジュメの方でやっていただくということで、こちらから抜いています。はい、じゃあ、次にこの、ね、別冊レジュメの特徴なんですが、ぎゅっと、ね、凝縮して。 まあ、あの凝縮している分ちょっと行間狭くて見づらいっていうところはね、まあ、デメリットとして、えー、あるんですけども、えー、とこれ普段私が、えーまあ、初級講座ですとか中上級講座で独自に、えー、用いている過去問レジュメっていうものがございまして、えー、そちらを、ね、あの引用して、えー、作っています、はい。特徴はキーワードを付しているってこと。 でえー、っとまあところどこコメントを載せてます。まあ、民法はちょっとコメント少ないです。民法はご自身で考えてもらったら分かるかなということでコメントをちょっとね、えー、省いているところが多いんですが、ね他の科目はコメント結構載せてます。でえー、っとこれ何回も過去問を回していくということが重要なんですが、そのえー、っと過去もこう回すときにですね、まあ、最初はこうゆっくり目。 で、さっき言ったように過去問回すだけではなくて、過去問やりつつ、インプット教材も一緒に並行して見ていくっていうことが大事です。で、それをまずやっていただいて、で、それを次二回転、三回転とやっていくということなんですが。え、二回目、三回目行くに従って、どんどんペースが、えー、早くなっていきます。まあ、最初六週間だったとか、次五週間とかね、どんどんペースが、ペースアップされていきます。で、その時に、同じように全部読んでいたんでは、えー、これ、えー、スピーディーにできませんので。 はい、従いましてまあ例えばこの問題だったら最初はこう全部読んでもらうわけ当然ね。で最初は皆さんこう全部読んでもらって判断してもらうんだけど、はい、慣れてきたら、えー、2回3回回していくしたがってですねあとはこのキーワードを見ていく。ね、ただこの問題ポイントは B の生死が7年以上不明 裁判上の離婚手続きによることはできない、はい、そこは正しいかどうかです。だこれバツ、ね、はい、そんな感じで、ね。このキーワードをポンポンと見ていて、えー、見ていって、えー、論点を確認していくということです。で、あとはそのコメント。で、えっ、ー、と、過去問で、えー、大事なことは。その過去問で、あの、まるばつ暗記しても仕方がないんです。過去問で、えー、問われている論点が何なのか。 えー、ポイントはどこなのかそこです。そこをしっかり把握することね。まあそこにあの面を置いていると思ってください。それがキーワードね。この問題の、えー、キーワードはここですよね。あるいは問題の趣旨論点はこれだねということをキーワードで、えー、示しています。えー、それから、えー、端的に、えー、コメントをしています。なのでそのコメントをざっと見て行っていただくだけでもね、えー、論点を、えー、こう把握していくことができるようになってます。 はい、なので、えー、この「別冊レジュメの方でそのキーワードコメントをうまく利用してこうスピーディーにねあの過去問の、えー、論点、ね、それから趣旨そういったところを皆さんにこうマスターしていってほしいとね、えーまあ、そんなことを考えて作った別冊レジュメ「別査せりじメとなります。で、えー、っともう一つね、えー、っとこちらの方はもう全部盛り込んでまして丸ツ直接書いてますそこに。で これももしその丸罰があの見えちゃうのが嫌であればあのそこを塗ってもらってシートでね隠してやっていただくまあそういった作業をねしてみてくださいちょっとご面倒ですけどねはいそうやってあのしごろ勉強されている方もいらっしゃいますでえっとこれもあの私の考えとしとしてはあのそこ丸罰見えていることはあまり重要ではないと思ってますで言いますのはえ皆さんあの過去問勉強するときに マルかバツかを覚えても仕方がないってよく言われますでしょう。ね。それマルかバツかを覚えても仕方がないっていうことは別に言い換えたら、マルバツか乗っててもいいわけです。ね、要は大事なことは、そのマルかバツかじゃなくて、なぜマルなのか、なぜバツなのか。ね。そこは大事なところですからね。なので、そのマルかバツかっていうところじゃなくて、その過去問で聞かれている。え、趣旨は何なのか。ね。それをしっかり捉えていってほしいということです。はい、で。 えとまあ、これ別なところだけどね例えばこんな感じこれ会社法ですけど会社法なんかだとねあのコメントたくさん入ってます例えば事業譲渡、えー、事業譲渡をする場合6月間ね本店すなわきこれ情報開示っていうことだけど、えー、ただこれがねキーワード見て「丸かばつか」ね、でコメント、ね、これ事業譲渡は情報開示の規定はないよっていう趣旨の問題。事業譲渡の場合 不利益を受けるるる恐れがあきはやめるよう請求できる事業譲渡の場合これ差し止め請求があるかどうかっていう問題ですありませんよということ次は略式事業譲渡これをする時は買い取り請求できないこれが丸かツかはいこれは、えー、コメント、ね、また、あ、からこんな比較論点も入ってますこれ引っ掛け問題なんだけど略式の場合は買い取り請求できるんです。買取請求できないののは簡易の場合 はい、こんな感じでねキーワードをパッパッと確認してそれでこのコメントで、えー、論点を把握していっていいいい、っただくという内容です。はいまあ、こんな別冊レジュメを使いながら、えー、私の方で3回ですねフォロー講義で,、えー、で特にこちらの方では運の先生がそのメイン講義の方で、えー、特に触れられていない過去問そちらを中心に、えー でもまあ時間の関係で全問あのやることはできませんから、宇野先生が触れられていない問題から私がえまあ特に重要と思う問題ですね。まあそれをピックアップしてこちらのえ別冊レジュメ、まあこれを利用してえ皆さんにえ解説を行っていきます。はい。でえー、っとあとはですね、えー、まあ今の別冊レジュメ、まあこれが私の。 えーまあ、フォロー会3回の特徴ということで、えー、プラスですねこちら同じく別冊レジュメの方ですけれども、えー、改正点も、えーまあ、そんなにすべてではないんだけれども随所、えー、盛り込んでいます、はいえー、ですのでこちらはまあ別冊レジュメの方ね、まあ、やりつつ、まあ、改正論点なんかもですね、まあ、合わせて確認していっていただける内容にはなっています。 そうですね。ちょっとだけ、あの、一つだけ、移してみましょう。ごめんなさい。ちょっとだけ、お待ちくださいね。はい。すいません。例えば。あ、これ、令和五改正っていうのは、あの。施行年度で、あの、表してます。成立年度じゃなくてね。例えば、これ民法だったら。えっ、ー、と、ここに所有権の、これ過去問があって。で、この所有権に関して。 えとこんな改正があの今回ありますよということで、えっとね、あの細かいところまではやってませんこれは、まあ、大枠、まあ、ここだけは最低限あの確認しておきましょうということで例えばあの今までは臨時使用権あ臨時使用請求権だったのが臨時使用権になりましたとかね、まあ、これは私のオリジナルの、まあ、改正に関する絵だ。 とかまあ、同じところだけどこの枝の切り取りこんなやつね、まあ、改正で、えー、自ら枝を切り取ることができるようになった場合があるよとかねはいえー、っとまあ,あの改正メインの講座ではありませんのでその改正をあの網羅的にね説明しているわけじゃないんだけど、まあ、この、えー、っと別冊レジュメ こちらの講座の中で扱っている過去問に関連してあこの改正点はこれあの押さえておいた方がいいですよというところねそれについては、えー、今のような感じでね、えー、随所に、えー、挿入してます。それからあとはあの過去問の中も同じで、えー、っと過去問の枝で、えー、改正が影響する分、まあ、それは問題を改正に対応させて解題し,て、えー、したりねしている分当然そういったものね、えー、随所出てきます。はいまあ、そんな感じであの 改正フォローもね、えー、充実していますからその点も安心なさってください。であとは、はい、こちら先ほどのパンフレットの方ですけれども、えー、まあ赤松式の枝別の過去問レジュメっていうものがもともと私が口で使ってるものがあるんだけどね、まあ、それをリシャッフルして、えー、お見せしたベースサスレジュメっていうものをね提供します。 で、これはもうキーワードとコメント、それが特徴ね。それでもうスピーディーに過去問の枝の論点を、えー、把握していきましょうと思うんです。はい、そして、えー、改正フォロー。レジュメの随所に、えー、改正論点に関する、えー、オリジナルの枝ですとか。あるいは、もともと過去問に入っている枝でも、ね、改正でこうなりますよというコメントね。あるいは、傀儡、そういったことを、えー、入れています。はい、そして、あとは、えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、こえっ、ー、と、甲子のちょえー。 直接質問制度質問、えー、制度ですねそれを採用していますから、えー、フォローも充実、まあ、皆さんこちらの講座、えー、と受けていただいてそれでもし疑問点等があればですね、えー、こちら、えー、質問制度ございますからこちらも活用してください。はいまあ、この制度もあるということでねあの、まあ、これ受けたが、えー、いいんだけど、ね、分からないところだけであとどうしようね。ね それで終わっちゃうってことないんでね、こっちでちゃんと質問できますから。まあ、そういったフォローも充実しています。はい、まあ、そんな感じの内容となっています。まあ、ちょっと再度こちら確認しますと、回数がこんな感じね。えー、っと、なので、通信で十三回。これは宇野先生の。リバイバル版、合計十回分ありますから。それプラス、私のフォローをつけて十三回。 で通学選択していただくと、えー、これは確認テストが3回分についてますから、えー、それで16回と、ね、なります。で確認テストは先ほど、えー、言いました通り、えー、別に、えー、と通学で、えー、その現場に来て解いてくださいということではなくてねあの通知の方でもあの通学クラス選択していただいたら、えー、腕試しでそれは受けていただける形になっていますからね是非、まあ、それもご検討ください。 はい、えー、とこちらあの、まあ、私もあの当然あの今までずっとうの先生がされていた講座なんで、まあ、講座自体は知ってたんですけども内容は、ね、あの見たことがなかったんですけども、まあ、こちら、えー、今回あのフォローさせていただくということでう、えーまあの,の先生が作成されている過去も抜粋ですね、まあ、そちらあの見させていただいて、まあ、本当にあのうまく、えー、抜粋されてます。 まあ本当に皆さんのこの直前期の論点漏れを、ね、あのなくするということで非常に考慮がされているなとね、えー、感じました。でまあそこに私がね今回フォローさせていただくことになるんですけども、えー、とこれあの本体の部分が一応リバイバルということなんですがこれ全く影響ないです。えー、というのはこれ予想講座じゃないんです。予想講座だったら 去年の2020年向けの講座これは今年には役に立たないかもしれませんね。でもこれはそういったあのコンセプトではなくてこの直前期3ヶ月で漏れをなくそうということです皆さんの基本論点の漏れをなくそうね。なのでそれは2020年向けにやったことも2023年向けにやったことも別に変わることはありません ね、ただ千0 2 3年向けは若干改正で、えー、とちょっと変わるところはあるんでそこはちょっと意識を持って、えー、やりましょうということです。はい、えー、ぜひ、ね、こちら、えー、内容、えー、期待をしてください、はいまあ、あの繰り返しになりますけど本当に、ね、この直前期はもう本当にこの過去問 ね、これをいかに充実させることができるかそれがもうあの皆さんの勉強にとってメインだと思ってください。他のねいろんな、えー、学習あります当然、ね、いろいろあるんだけれども、ね、それはあくまでもこうオプションであって、ね、この王道です王道ができてないにオプションでやってもねあの仕方がないので、ね、まずこちらの構図で、えー、その勉強の本筋ですね過去,過去の本試験とにかく皆さんはあの 本試験で、えー、点数を取るこれが目標なわけだから、ね、ということはそれをしっかり、ね、この講座で、えー、身につけていくようにしましょう。はい、それでは、えー、ぜひですね学問、まあ、学習、ね、この講座、えー、うまく利用してやっていただきたいと思っていますからね、えーぜひえー、っとたくさんの皆、えー、さんのご受講をお待ちしております。 まあ、この講座、本当にあの宇野先生、毎年されていて、本当に大好評でね。で、大好評でたくさんの方が受講されてますし、なおかつたくさんの方がこの講座受けて合格を果たされています。本当にこの講座のおかげで、えー、合格できたっていうね、声を私も毎年、えー、たくさん聞いている講座です。まあ、さらに、えー、まあ、ちょっと僭越ながら、それに私がちょっと。 今回若干、えー、プラスアルファのところをさせていただいてね、皆さんに提供、えー、させていただいている、えー、いただくところで、えー、ございます。はい、ぜひ皆さんのご受講をお待ちしております。はい、では、えー、本日は、えー、今回の講座ね以上となります。じゃよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。